羽にゅうゆさん、ちっぽけな人間であったとしても、初のドームで感じた手応え、一問一答全文。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。プロフィギュアスケーターの羽にゅうゆさん、28、によるアイスショー、ギフトが東京ドームで開催された、スケーター史上初の東京ドームでの単独公演のチケットは、 追加販売分も含めてソールドアウト。会場には3万5000人のファンが集まり、ハブさんの地元仙台から駆けつけた人もいた。また、公演は映画館でのライブビューイングも実施。配信では国内外合わせて3万人が視聴したディズニープラスは除く。公演は開演時間を少し過ぎた17時10分に幕を開けた。ハブさんの半生とこれからを表現したアイスストーリー。 プログラムとプログラムとの間をハブさん自らの言葉で綴りながら、表情で演じ切った。講演後、記者らの取材に応じた。ここでは、そのやりとりの全文を掲載する。ハブさん、ありがとうございます。すいません、遅くなって、お願いします。ありがとうございます。司会、お疲れ様でした。マスクを。ハブさん、ワイ。司会、それでは代表質問から。 フィギュアスケートで初のドーム公演を終えて率直な気持ちを教えてください。本当に大変なことだらけでしたけど。ええ、まずはドーム公演っていうことよりも、ええ、一人でこの長さのスケートのエンターテイメントというものを作るっていうことが非常に大変なことで、今シーズン初めて、まず、単独で完全にプログラムを単独でワンマンで滑り切るというショーをやってみて、これ、2時間半持つかなって正直思ったんですけど。 でも、こういうドームという会場だからこそできる演出と、ミキコ先生やライゾマティクスさんや、本当に東京フィル、ハーモニーさんだったりとか、名だたるメンバーが集まっているからこそできた総合エンターテイメントを作れたんじゃないかなと今は実感しております。新しいフィギュアの表現の可能性というのが一つできたと思いますが、その手応えや次への思いはいや、正直、課題ももちろん出ていますし、 ああ、もっとこうすればよかったなとか、もっとこうできたなみたいなものはもちろんあるんですけど。ただ、今日、この、ギフトという公演に関しては一回きりで、本当にフィギュアスケートならではの一期一会な演技が一つずつできたことに関しては、自分自身すごく誇りを持っていますし、少しでも皆さんの中でほんの一つでも、ピースでいいんで、記憶に残っていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。公演の中で、 一人という言葉がキーワードとして貫いていましたが、これを通じてファンや観客に届けたかったことは、もちろん自分自身が今までの人生の経験の中で、一人ということを幾度も経験してきましたし、実際に感じることも未だにありますし、それは僕の人生の中で常につきまとうものかもしれないです。ただ、それは僕だけじゃなくて、大なり小なり皆さんの中で存在しているもので、 もちろん僕の反省を描いたような物語でもありつつ、でも皆さんにとってもきっとこういう経験あるんじゃないかなって思って綴った物語たちです。少しでも皆さんの一人という心に贈り物をというか、一人になった時に帰れる場所を提供できたらいいなというふうに思ってこのギフトを作りました。前半の最後に、ロンカプ、女装とロンドカプリチオーソー競技会ならではの6分間練習もされて、 プレッシャーがかかる場面で、最後はサルコウもしっかりあって、因縁のサルコウだと思うんですけど、因縁のサルコウです。笑い。そこに込めた、論プを選んだことについて、率直に教えてください。北京オリンピックでやりきれなかったという思いが強くあったプログラムです。あのプログラムには、夢を掴みきるっていう物語が自分の中にはあります。この、ギフトっていうストーリーの中にも、 夢っていう存在がものすごく大きくあって、そういう意味でも、まず前半の一幕の中で夢をつかみ切ったっていう演出をしたかったっていうのが、まず、ロンドカプリチオーソーを選んだ理由です。ただ、北京オリンピックを連想させるような演出をした上で、ロンカップをやったのは、あの時に夢をつかみ切れなかったからであって、あの時夢をつかみ切れなかったものを、今はつかみ取るんだって。逆に、まだまだつかみ切れていない夢も、 4回転半だったりとか、ありますけど、それに向けてこれからも突き進むんだというイメージを込めて滑らせていただきました。今日、選んだプログラムは今までの積み重ねとして、関連づけようとした。それぞれのプログラムたちって、やっぱりそれぞれ違う意味を持っていて。で、本来は、ギフトっていう物語とは全く関係のないプログラムたちなんです。ただ、今回、 ギフトという物語の中にこのプログラムたちが入ることによって、もしくはその演出たちとともにこのプログラムがあることによって、また新しい意味をつけられるんじゃないかなということを考えて滑りました。なんか、フィギュアスケートってもちろん歌詞があるプログラムもありますけど、言葉のない身体表現だからこそ、受けての方々がいろんなことを感じることができるっていうのがフィギュアスケートの醍醐味かなと思っていて、だからこそ、 物語を作って、その物語の中の一つのピースとして、プログラムが見られた時に、どんなことを皆さん受け取ってくださるかなっていうことを考えながら、プログラムを構成していきました。近い、時間がないので、最後の質問で、ハブ、すいません。想像できないんですけど、率直に3万5千人の視線を浴びて、そのパワーと対峙するというのは、どういう経験でしたか今日という日の経験は、今後のハブさんにとって、 どんな風に生きていきそうですか正直、この会場に入った時に思ったことは、自分ってなんてちっぽけな人間なんだろうということでした。やっぱフィギュアスケートって本当に一人の人間もしくは二人の人間がやるスポーツですし、それを表現として、アートとして作り上げていくっていうことももちろん大事ですけど、まずは僕は男子シングルなので、男子シングルのスポーツ選手としてやるときに、本当にちっぽけな人間だなと。ただ、 その3万5千人の方々、そしてこの空間全体を使った演出をしてくださった皆さんの力を借りたからこそ、ちっぽけな人間であったとしても、いろんな力が皆さんに届いたんじゃないかなっていう気はちょっとしているんですね。だから、ある意味では震災の時に一人一人だったらきっと何もできなかったなという記憶とちょっと似ていて、皆さんの力がやっぱり羽生譲るという一つの存在に対していっぱい集まったからこそ、 絆があったからこそ、進めた、力が、うーん、伝えられた公演だったんじゃないかなと思います。大丈夫でしたかね短くでいいので教えてください。ドームの景色って、どういうものでしたかえっと、技術的に言えば、やっぱり平行感覚がすごいつかみづらかったです。スポーツ選手なんで、そういうことを言っちゃうんですけど。でも、 やっぱりこれだけの方々の前で久しぶりに歓声を浴びながら6分間練習だったり、試合のプログラムたちをいろいろやってみて、本当に幸せでしたし、何よりこうやって一人の人間にこれだけの力が集まることは本当に普通はありえないことなので、本当、幸せな経験をさせていただいたんで、ちょっとでもこの幸せな経験とか、また、自分から発せられた思いだとかを、この、なんだろう。 未来が見えない今の世の中に対して少しでも力になればいいなって思っています。物語の中で魂の世界を旅しているというメッセージがあるような気がしたのですが、いかがですかうん。なんだろう。なんか、魂っていうより、僕の中ではベルソナっていうユング心理学の言葉があるんですけど、皆さんがそれぞれ社会にいる時に使っている自分の顔だとか仮面だとか、そういったイメージで考えてくださると、 僕にとってこうやって喋っている時だって、きっと自分が見せたい羽生結弦を出しているんだと思いますし。でもきっと、話しながらも心の中でくすぶっている羽生結弦もいるんだなって思ってますし。それは多分、僕だけじゃなくて皆さんが持っていること。だから、なんて言えばいいかな。少しでも自分自身が持っている、皆さんが持っている本質的な皆さんとペルソナの皆さんを少しでも認めていけるような。 認めてあげられるような時間になったらいいなと思います。ありがとうございます。なんか、ほんと、僕のためにありがとうございます。皆さんにまた見ていただけるように、頑張ります。リり際にも、ありがとうございました。厚生スラッシュ ARA、ER、編集部、福井志保。羽生ゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。